浜松城。旧字体表記は、浜松城は、静岡県浜松市中区にある日本の城跡。野面積みの石垣で有名。歴代城主の多くが後に、江戸幕府の重役に出世したことから、出世城と入れた。浜松城の前身は15世紀頃に築城された、引間城であり、築城時の城主は不明である。16世紀前半には、今川氏支配下の飯尾氏が城主を務めていた。この頃の引間城は、江戸時代の絵図に見られる、古城と表記された部分であり、現在の元城町東照宮付近にあたる。徳川家康が、元亀元年、1570年に、引間城に入城し、浜松城へと改称。城域の拡張や改修を行い、城下町の形成を進めた。徳川家康在城時における、浜松城の具体像は不明確であるが、古文書や出土遺物から現在の本丸に向けて城域が拡張されたことが伺える。また、徳川家康が築造した浜松城は土造りの城であり、石垣や瓦葺き建物を備えていなかったとされる。慶長5年、1600年、関ヶ原の戦い以後、江戸時代を通じて、徳川家譜代大名の居城となり、浜松城から豊臣色は失われる。江戸時代の浜松城主は9や22代に引き継がれていき、歴代の城主によって城域の改変、改修が進められた。堀吉在城記に創建された天守は17世紀のうちに姿を消し、天守台のみが現在に伝わる。以降、天守門が浜松城の最高所に位置する建造物といえ、江戸時代を通して浜松城を代表する建物であったことが伺える。明治6年、1873年の廃城令により、浜松城の建物や土地の払い下げが行われ、三の丸、二の丸の宅地化が進行した。天守郭と本丸の一部は大きな開発を免れ、昭和25年、1950年の浜松城。公園開設に至る。浜松城以前は、引間城、引馬城、引間城が浜松の拠点だった。築城者については、諸説あるが、今川忠商が初めて築城したという。紫波氏と今川氏が抗争すると、この地を支配していた大河内貞綱は紫波氏に味方するが、今川氏に敗れた。その後は、今川氏親の配下。飯尾氏がこの地を支配することになる。永正11年、1514年、飯尾城連、またはその父飯尾建連が城主になったとも言われる。城連は今川氏に引き続き仕え、桶狭間の戦いにも参加した。桶狭間の戦いにおいて、今川義元が戦死すると、今川氏の衰退が始まるが、この時期に飯尾氏の当主も城連からこの連流へと移り変わる。今川氏の衰退後、城主範備連流が今川氏真に反旗の疑惑を持たれ、永禄8年、1565年に今川軍に行為され多大な損害を被るが、陥落は免れた。この時今川からの和議勧告を受諾した連流は、戦後に今川氏再続のため駿府への大赦護令に出向いたが、和議は謀略で連流は殺された。以後の引間城は、連流の家老の江間氏によって守られるも、木内は徳川派と武田派に分裂して内紛が起きていたため徳川家康によって早期攻略された。一説では、その後、連流の未亡人、お田鶴の方を中心とした飯尾氏の残党によって守られるが、家康が永禄11年、1568年12月に、お田鶴の方に使者を送り状を渡せば、妻子ともども面倒を見ると降伏を、即もお田鶴の方が拒否し続けたため、家康が兵を使って攻め込み、お田鶴の方が城兵を指揮して奮戦したが次女と共に、討ち死にした。また、お田鶴の方を祀った、椿姫観音が城の近くに残っている。元亀元年、1570年に家康は、武田信玄の侵攻に備えるため本拠地を、三河国岡崎から遠江国引間へ移した。岡崎城は嫡男信康に譲られた。当初は天竜川を渡った見附、磐田市に新たに築城をするつもりであったが、籠城船に持ち込まれた際天竜川により、排水の陣となることから、引間城を西南方向に拡張した。その際、引間という名称が、馬を引く、つまり敗北につながり、縁起が悪いことから、かつてこの地にあった荘園、浜松荘にちなんで、城名、地名ともども、浜松と改めた。元亀3年、1573年、武田信玄がこの城を攻める素振りを見せながら、これを無視するような行軍をして、家康を挑発。挑発された家康は、浜松城から打って出たが、武田軍の巧妙な反撃にあって、敗北を喫した、三方ヶ原の戦い。なお諸説あり。三方ヶ原の戦いでは、徳川軍の一方的な敗北の中、家康も討ち死にに寸前まで追い詰められ、夏目吉信や鈴木久三郎を身代わりにして、成瀬吉右衛門、日下部兵衛門、小栗忠蔵、島田治平といった、わずかな友回りのみで、浜松城へ逃げ帰った。この敗走は、後の伊賀越えと並んで人生最大の危機とも言われる。浜松城へ到着した家康は、すべての城門を開いて、かがり火を焚き、いわゆる空城計を行う。そして、湯漬けを食べてそのままいびきをかいて眠り込んだと言われる。この心の余裕を取り戻した家康の姿を見て将兵は皆安堵したとされる。浜松城まで追撃してきた山形正景隊は空城の計によって警戒心を煽られ、城内に突入することを躊躇し、そのまま引き上げたと言われる。拡張、改修は天正10年、1582年頃に大体終わったが、その4年後の天正14年、1586年、家康は浜松から駿府に本拠を移した。家康の在城期間は29歳から45歳までの17年になる。家康以後、天正18年、1590年からは、秀吉の家臣、堀尾吉晴と、その次男、堀尾忠氏が合わせて11年間在城したが、関ヶ原の戦いの功績で、出雲国府伝に報。以後は、一時、徳川頼信の領地だった時期を除いて、譜代大名格、家が次々に入った。近世には、天守は存在しなかったようで、絵図にも記載がない。本丸にあった二重櫓が、天守代用とされていた。浜松城は明治維新後に廃城となり破壊された。城址は、昭和25年、1950年に、浜松城公園となり、昭和33年、1958年に、鉄筋コンクリート製の復興天守が再建された。昭和34年、1959年には、浜松市の史跡として指定された。現在の天守閣は、資料館として使われており、家康をはじめとした、当時のゆかりの品々を見学できるほか、城の周辺は、緑が溢れ、桜の名所としても名高く、シーズンには花見客で溢れかえる。もともと、引間城だった部分には、江戸時代には米蔵などが置かれていた。明治維新後の明治27年、1894年に、井上延亮によって、東照宮が創建され、太平洋戦争中の昭和20年、1945年に焼失しが、昭和34年、1959年に再建されて現在に至る。2017年、平成29年、続日本百名城148番に選定された。冒頭で述べた通り、一般的には数々の浜松城主が幕府の重役に出世した例が多いことから、出世城とも呼ばれたとされるが、一方で、井上政保のように不祥事を起こし左遷された例もある。水野忠邦は、肥前国唐津を治めていたが、長崎の警備があるため一定以上の出世が困難であった。しかし、忠邦は、幕閣として参画するために日頃から、幕府要人に接待、賄賂攻勢をかけていた。幕府は事件を起こした政保を左遷し、忠邦を浜松へ移した。忠邦は、自社奉行に出世し、さらに、文政11年、1828年には、老中となった。忠邦はその後の天保の改革でつまずき、続く政争で失脚し、長男、忠清の代になって、出羽国山形に移された。浜松は、水野忠清に代わって、井上政保の長男、正春が治めることになった。江戸時代の265年間で、浜松藩の藩主は22人いて、平均約12年弱の期間に藩主が変わっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。